おはようございます、リコー TV です。このね、 DJI のマービックミニを買ってから、封鎖続いてるわけなんですが、っていうかまあね、絶好のね、景色が綺麗なところに行けるチャンスがあったっていうことで、いろんなところで飛ばしてきてみたんですけど、まずはですね、これで撮ってきたですね、空撮の映像をご覧ください。
どね、まあちょっとね行った釣り場とかね、そのホテルのそばとか飛ばせそうなところでいろいろと飛ばしてみたんですけども、ノースショアに行ってみたりね、であれハワイってドローン飛ばしていいのかなとかね、すごいね気になると思うんですけども、いろいろ事前にですね調べていきまして、まあそういった意味も含めてマービックミニっていうのがうってつけだなぁなんていうふうに思ってね、これ持って行ってみたんですけども、まあこれちょっと開けてみますね。はい、こんな感じで入ってまして、これボディはね驚愕のですね 199g っていうことで、非常に軽いボディなんですね。でハワイの、まあハワイというよりアメリカのルールでいくと、250g 以下の重さの機体であれば、登録の必要がないよっていう、まあちょっと大きめのドローンでもしっかりですね、そのお金を払って登録することによってルールをしっかり守れば飛ばしていいっていうのがアメリカのルールなんですけども、このマービックミニっていうのは日本の航空法にいろいろ合わせてですね、なんと 199g という重さで巨体を作っているので、まあ例えばねハワイに持って行ったりして、でその他のね細かいルール、高速道路の上を飛ばしてはいけないとか、人の密集地域の上を飛ばしてはいけないとかですね、まあなんだろう、例えば軍隊の基地なんかありますんで、まあ、飛行場のそばはもちろん、まあそういう厄介なところでは飛ばさないでね、ね、こういったルールをしっかり守れば、あと上空は、何メートル、以内で、飛ばしてくださいとかあるんですけども、そういったルールを守った上では飛ばしていいよっていうことなんですね。でこの巨体とこのね、コントローラーと、でこれはねコンボセットなんで、このケースとバッテリーがなんと3つついてくるっていうことでね、いろいろ飛ばしてみたんですけども、このねバッテリーが最初1個しかついてないモデルしかね店頭に売ってなくて、これはいかん困るなと思って、だいたい1本あたり15分ぐらい、飛行できるんですけども、案外ねもうあっという間一瞬で終わってしまうので、そうするとこの充電キットが付いていないモデルだと、その本体充電して、また次飛行できるまでどんぐらい待ってとかになっちゃうんで、今回ねエイヤーってちょっと高くなるけど、このバッテリーが3本付いてくるこのモデルですね、これを導入したことによって比較的ね、チャンスを逃さず、飛ばすことができたんじゃないかなということで、でまあある程度ねその最初ね練習は必要かと思うんですけども、何にしてもねこのまあ6万円ぐらい、6万5千円とかでね、買ったと思うんですけども、そのセットで、今回ですね、お見せしたようなああいった綺麗な絵が撮れるっていうことで、非常にねこのジンバルの性能が高いのと、あとはねちょっと今回風が強いコンディションっていうのはあんまりなかったんですけども、日和を選んでいけばですね結構ね、言うこと聞いて、で静かにで優秀にですね撮影できたなぁなんていう風に感じました。何にしても一番良かったのがこのコンパクトな折りたためる性能ですね。こう足たたんで、こうたたんでね、こんぐらい小さくなっちゃう。でまあまだね初めて使ったんで、もうちゃんとね毎回このケースにこうやってしまって、でまあでもね結構小さいんですよ、軽いし、これを持ってねいろんなところねプラプラしたところ、非常にね快適に、ドローン遊びができたな。まあもちろんねあの人がいっぱいいるビーチとかであげるのは危ないし怖いので、もうできるだけねあんまり人がいないね、ところで飛ばしてきたんですけども、まあ一回ちょっと怖かったのがね、森の中で飛ばしてみようかなって思ったらですね GPS 拾わないで、基本はこのドローンっていうのが、GPS を拾ってそれで自分の位置を認識してこう一定の箇所にホバリングし続けるっていうこういう機体なんですけども、これがねことねGPS が切れたりするともうね結構もう自分で制御しないといけなくなって、そうするとですね結構練習しないとですねうわーって飛んでっちゃうんですね。自分はそのね自分の機体ではないんですけど、その特殊な GPS をカットしたモードで結構しばらくね訓練を積んだ経験があるので、森の中でね GPS 見失いましたって言ってね、
コントロールが若干しづらくなった時もギリギリ落とさないでね持って帰ってこれたんですけども、そういった意味でねその GPS なしモードもたまに練習できるところとかね、まあ、例えば電波を遮断する体育館の中とかであえてねそういう GPS がないモードにして、まあ、コントロールの練習するとかね引き続きしていこうかなって思うんですけども、ただ、結構ねもうオートマチックに、綺麗な絵が撮れるっていうのはね、確かだなぁなんて思ったんで、引き続きですねまた綺麗な景色のところとか、あとはことねバス釣りとかにおいては房総のダムでね、まあちょっと上空に上げてみて、どういうポイントなのかっていうのをね細かく見たりとか、あとはまあ結構バックウォーター好きなんでバックウォーターでね、行ってさらにその先曲がった先どうなってんのかな見たいななんていうところで周りに人とかがいなければね、飛ばしてみようかななんていう風にね、2020は計画しております。まあねいろいろ、まあ、飛ばすごとに上手くなっていくと思うドローンですから、チャンスがあればねこのバッテリー使い切りながら、できるだけ飛行時間を稼いでですね、そんでもって皆様に、こんな映像びっくりだぜなんていうのをねお見せしていければなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけでですね、本日の釣り子 TV はこちら、DJI のマービックミニ、これをねハワイの絶好の景色のところで飛ばしてみたよ、ね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。